皆様こんにちは、田中涼子です。はい、今日はですね、後ろにうちのしんちゃんのこうワクワクとともにねお届けしたいと思います。これは何かと言いますと、これ見えますかね、ちょっとグリーンがかっているコーヒー豆なんですけど、最近お友達のジンさんっていうねお友達がいるんですけど、その方にこう初めてね、なんかコーヒーを自分で焙煎されているっていうのを知ってたんですけど、京都のお宅にね遊びに行った時に息子と遊びに行ったことがあってね。で、息子はねそれまでちょっとお子ちゃまのお口でブラックコーヒー飲めなかったんですね。でもし飲むとしてもミルクとかを入れないと飲めないって言ってたんですけど、遊びに行った時にね、その自家焙煎のコーヒー豆を、ね、自分でハンドドリップで入れてくださって、出してくださったのがきっかけで、あまりにも美味しくて、息子はねそれまで全然コーヒー飲めなかった人だったみたいなんですけど、なんか急にコーヒー好きになるぐらいに美味しいコーヒーをに出会ったんですね。で、まあ私と息子だけがそのジンさんのコーヒーが美味しいっていうのはね味わったことがあったんですけど、この間一時帰国した時にちょっとねサンプルでいただいたのがきっかけで、ちょっとね少し分けてくださいって言ってお願いして、プラハに持って帰ってきてこちらに飲むようになったんですけども、まあそれがあまりにも美味しくて、で主人もすごくそれはなんか気に入ってね、やっぱり自分でやりたいってこう思ったらしくって、自分で自家焙煎する小鍋みたいのをね、陶器のやつなんですけど買ったりとか、なんか昨日もね通販で面白いねタイマーと量りが一緒になってるね、こう量りスケールみたいのがあるんですけど、そういうのをね買ったりとかして、通販で買ったりとかして、で昨日もねこのお豆がね3種類ぐらい届いたんですけど、これはブラジル産だとか、なんかねこれはニカラグアとか言って、なんか毎朝に今日はね2種類ぐらい入れてくれて、でキキコーヒーじゃないですけどなんかやっぱりね全然この種類によってね味が全く違うんですよ。でなんかコーヒーソムリエじゃないですけど、ちょっと私ももしかしたらなんかだんだん分かってくるかもしれない、今のところは全然分かんないんですけど、今日はね何でしょうって、今日のコーヒーは何でしょうって言われたんですけど、全然一個も当たらなかったんですけどそんな感じで朝のコーヒーがねすごい楽しみなひとときとなっております。そうね、私もですね最近ちょっとなんか気になっていることは、今まであんまりね美容とかにねこう、まあ、適当にしかやったことがなかったんですね。 でやっぱりねだんだんシワとかねシミとかがこっちの日差しが強すぎて一気にバーってこうなんかひどいことになってしまって、でなんかそれでこの動画を撮り始めて よりなんかちょっと気になり始めて、で最近ね YouTube で気に入っている40代50代の方のお悩み解決みたいなねメイクアップアーティストの方の動画を見てみたりなんかねそういうのをちょっとねなんか50歳にしてちょっと目覚め始めまして、ね、なんかそう思ってたらインスタグラムでメイクの初めてのメイクアップみたいな、なんか講座を開こうかなみたいな、なんかそういう投稿を目にしたので、わあ絶対それが始まったら習いたいなとか思ったり、ちょっとね自分のケアとかもね今まで心と体ばっかり見つめすぎて顔とかあんまりね見てなかった
なんか本当のスキンケアの仕方とかも全然知らないくて適当にやってたから、やっぱりねすごいボロボロになっちゃって、こっちの日差しが強すぎて、でなんかようやくちょっとね気をつけ始めた感じですね、私もね。はい、そうだから今の若い方はねすごく美しいですよね。なんかねあのやっぱりこう情報社会っていうかね、こうだんだんワクワク、子供たちとか、まあ、もうワクワクすることしかやりたくないみたいな感じだと思うんですけど、もうワクワクをこう追い求め、あとほらなんかデトックスに気をつけたりとか、あと体を温めることとか結構若い方たちってやってますよね。だからもうなんか自然と多分ね、なんていうのかな、若いまま年を取らないっていう感じになっていくんじゃないかなって思うんですよね。でだんだん元気のまま年を取るっていうか、そういう時代に入っていくんじゃないかと思うんですね。でちょうど多分ね、私たちのこの50歳ぐらいの年齢の人たちとか、なんかどうもね、あとね息子ぐらいの25歳前後の人たちぐらいがちょうどなんかこう時代の変わり目っていうかね、になんかこう対応を必要とされているっていう年代らしいんですね。私も定かではないけど聞いた話なんですけども、でだからちょっとやっぱり自分のライフスタイルとかをね、これまでのライフスタイルを見直したりする時期なのかなっていう感じですよね。だから主人もちょうどそうやってあの美味しいコーヒーとかにこう出会うことによって、自分のなんかワクワクをね見つけることができて、毎日ね、今日はでもほらそんなにいっぱい飲むと眠れなくなっちゃうから。あのそんな実力がなくて全然ね、毎朝1杯とかぐらい、1杯か2杯ぐらいしか飲めないんですけども、そうやって毎日こう会社から帰ってもなんかちょっとそういう楽しみがね、通販でこう豆が来たかなとかね、そういう楽しみがあるのってすごいいいなと思うんですよね。で年をね、元気なまま年を取った時にやっぱ何かやることがあるって素敵ですよね。だからそうやってなんか今からなんかね、仕事とは別に何かを見つけておくっていうのもね、結構あのいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、はい、今日の、オラクルカードはですね、こちら、デイリーガイダンスエンジェルオラクルカードっていうのを引かせていただきます。ちょっとね、2枚飛び出してきましたので、2枚読ませていただきたいと思います。はい、では、まずですね、こちら、Ground Yourself から読ませていただきたいと思います。地に足をつける。このカードはあなたのエネルギーと意識が物質世界に向けられる必要があるという事実を示しています。最近のあなたはぼーっとしている、考えがまとまらない、あるいは物忘れをするといったことが多くありませんか？このカードを引いた理由はまさにそこにあります。地に足がついていない状態とは、意識や注意の置きどころが上がりすぎていることを意味します。心と体が離れ離れになっている状態といったら分かりやすいでしょうか。肉体を持って生きている人間である以上、
精神世界と物質世界とのバランスを取らなければなりません。不自然な状態を治すために何をしたらよいのでしょうか。文字通り、地に足をつけて歩けばよいのです。裸足になって芝生や土の上を歩いたり、足をさすったりしてみましょう。じゃがいもや人参といった大地が育む野菜を食べることも効果があります。植物に触れ、自分の足から根が生えて土の中に広がっていくのをイメージするのも良いでしょう。地に足がついた状態にあれば、集中力がもたらされ、天使とのコミュニケーションもより良い形で現れるようになるのです。だそうです。はい、じゃあ2枚目はこちらです。はい、プレイですね。少しの間、仕事のことは忘れましょう。あなたには遊びが必要です。その事実を知った天使によって、このカードが送られました。あなたの最近の生活は、仕事と心配だけで満たされていたようです。魂が楽しみを求める叫び声を上げているのです。疲労感やイライラ、そして沈みがちの気分、これらはすべて遊びを求めるサインです。自由な時間ができるまで待つ必要はありません。その気になれば今日一日を遊びのために費やすこともできるのです。無邪気な楽しみや馬鹿げていると思えること、親しい人々と一緒に大笑いすること、コメディ映画を見ること、何でも構いません。時間やお金がたくさんなくても楽しく過ごすことはできます。遊び心と楽しい気持ちは子供にも大人にも必要で、健やかな生き方には欠かせません。陽のエネルギーによって願望の実現も早くなります。楽しくしていれば自然にバランスの取れた生き方をすることができるのです。はい、なんかですね、地に足をつけて遊び心を持っていきましょうっていう感じですよね。そういえばですね、昨日あの息子がね、なんかこういつもはやっぱりお仕事関係でこう知り合った仲間の人と喋ったりとかいう機会しかなかったみたいなんですけど、やっぱ出会いがね。だけどなんか初めてなんか知り合いの方から誘われてボードゲームの会をねに誘われたんだけどって言ってて、あ、そういうのがねやっぱね素敵だと思うんです。遊び、こうボードゲームで、だから一つの何か趣味みたいなことにこうみんなで、まあ、集まって和気あいあいみたいな、こうそうやって遊ぶっていうのはすっごくね、あの大事なことだと思うんですよね。でそういうこう楽しいことに集まると全然ほら、あの それに皆さん集まってくるから、全然この愚痴の話とかそういうエネルギーはないんですよね。だからみんなで和気あいあいみたいな感じで、だから本当にそんなのって思うかもしれないんですけど、そのエネルギーをね変えるためのいい方法は遊ぶことなんですよね。だから何かまあ、何でもね、本当にコメディ映画を見るとかでも、なんか楽しい自分の中でこう楽しいことを見つけて、こう日々生活してると多分ね、どん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 その楽しいことが引き寄せられて、新しい展開がねまたね始まっていくと思うので、ちょっとねピンときたことをねやってみていただけたらと思います。はい、では、今日のメッセージは、まあ、人生に遊び心を入れましょうね、そんな感じですかね。はい、今日もどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。さよなら。